どうもこんにちは、世界的 VIP 源英です。さあ、 iPad Pro なんですけども、 iPad OS にしたことによって利便性がむちゃくちゃ上がって作業向きになったよっていうね、お話をしたと思うんですけども、まあ実際にいろいろ使ってますよ。確かに便利になりました。やっぱり一番はマウスが使えるようになったっていうところをね、注目していただきたいかなと思うんですけども、さてこのマウスなんですけども、使っててっていうところがね、出てきてしまいましたよ。というのも何かというと、マウスのね、スクロールのお話でございます。ここ例えばこう下に行きたいとするじゃないですか。そうするとこれさ、上にこうやってやんないとならないんですよ。で、下に行くと上になるっていうね、いわゆる逆方向にスクロールがなってるんですね。これさ、設定見たんですけど、特に何もなくて変えらんないんですかね。僕が見つけられてないだけかな。もし今のとこないんだったら、次のアップデートか何かでね、それ変更できるようにしてもらいたいなと思ってるんですけども、よくよく考えたら Mac のトラックパッドあるじゃないですか。それも同じなんですよね。普通のあの方向と逆方向がデフォルトになってて、まあ Mac の場合はあの変更できるのでいいんですけども、 iPad OS さん変更できないですかね。これちょっと僕使いづらいんですよ。僕いつもこれの逆にしてるので、そっちで慣れてるんで、どうにか逆方向にしてくんないですかねっていうお話です。はい、マウスはね、まあ使えるようになったんでめちゃくちゃいいんですけども、そこら辺の細かい調整とかを今後やっていってほしいなと思いました。お疲れ様でした。